そしてその他、細かい部分はですね、省きながら、大きいというかですね、目立った変更点をご説明していきますと、まず J プロツアーに関してなんですが、この前ですね、レースレーティングということで、今の選手であったり、チームのカテゴリー分けだったんですけども、レースの、表記ですね、これも変わりました。この JBC フロートシリーズのです、ね、後ろの方になるんですけども、J プロツアー、JFEツアー、J フェミツアーのページの次のページに JBC フロートシリーズポイント表というページがあります。 JBC フトラックシリーズの前のページですね。でですね、これもポイント表が大きく変わってますので、大きく変わってしまったんじゃないかという印象が得られる方は多いと思うんですが、分かりやすく言うとですね、トップの選手から初めて参加する選手までを、一元化してポイント分けをするということになります。2010年は例えば TR と BR1 というのは別のポイントで、ランキングをつけていたんですが、例えばフランスの FFC という連盟なんかはですね、プロのボクレールというね、フランスのトップ選手がいますけども、そういうツールで勝つような選手から自転車を始めたばっかりの選手まで同じポイントランキングでくくっているというようなことがありまして、ちょっとこれ正確な数字ではないんですが、増田監督に聞いたところによると、トップの選手は8万点というようなポイントを持っていて、始めたばっかの選手は例えば2点とか3点というポイントを持っているというような、要するにもうトップのプロ選手から始めたばっかの選手まで、一元化したランキングをくくっているという、本場ではそういう実績もありますので、JBCF でも同じような形でですね、ポイント表を作りました。ですので、この AAA というレーティングで優勝した選手が2000点という良い点を取るんですけれども、これが実際その選手たちの、実力差ということで、この辺のポイント配分は今後微調整というのが必要になってくると思いますから、2011年やっていく中でちょっとこれポイント違うんじゃないかなということはあるかもしれないんですけれども、調整をしていって実態に近づいていけば、そのポイントというのがこの JBC ブロードシリーズの中での実力を純粋に反映しているということになってくると思いますので、そういった形で、ポイント分けをしました。でこのレースレーティング、この A がついているレースがざっくり言うとですね、J プロツアーのレースになります。そして B、C、D に関してが J エリックツアーのレースになります。それぞれ個人カテゴリー、クラスターという表現を使っていますけども、このクラスター、個人カテゴリーに対して出れるレースというのがレーティングで決まってますので、参加選手はこのカレンダーに載ってますレースレーティング表、該当レースに申し込みをしていただいて出場するという形になります。唯一E3 に関してはレースレーティング C と D と2種類レースに出れるようになってますけれども、これは女子のレースと同様でですね、参加人数が集まらない場合は、C と D を合同で行うと、実質 C のレースになりますので、E3 に関しては、この2つのカテゴリーレースレーティングに出れるようになってますが、基本的にはクラスターとレースレーティングがそれぞれ決まっているということで、これ最初はおそらく名称なども新しい名称を使ってますので、ご理解いただくのに少し時間がかかるかもしれませんが、連盟側としてもポイント集計としてはよりシンプルになってますし、先ほどお話ししましたようにポイントが一元化されたということで、おそらく参加していく中で皆さん慣れていけばですね、分かりやすいシステムになるんじゃないかという形です。すいません。そしてまた戻りますけれども、J プロツアーのページなんですが、J プロツアーは大きくは変わっておりません。この J プロツアーの
ルールを作るにあたってですね、まあ、同期したのは、まあ、これまでも毎年あったような、チームが1レースに出れる人数何人にするのかとかですね、まあ、そういう出場に関するルールでした。この辺りはもうあの皆さんチーム思いがバラバラでしたので、皆さんが納得いただいているところには答えが一つということではなかったんですけども、まあ、一番の中間地点というかですね、いいところに落とし込みました。そしてあのこれまでと違った部分ではですね、まあ、今後の2014年に向けたですね、ある程度中期スパンでの登録チーム数などの推移などを今回は盛り込んでいます。ですので最終的なものですけども、これは2014年以降は現在の24チームから20チームに出場チーム数を絞りまして、レースで出場できる数も2011年の1名から8名に対して2014年以降は3名から6名ということで、まあ、UCI レースに近い形にします。現状なぜチーム数が多くて出場できる選手数の幅が広いのかというと、やはりあの今各チームに実力のある選手を分散していません。トップの数チームに実力のある選手が集まっておりますので、今3名以上出場枠というものを設けると、3名選手を用意できないチームの現状があります。であのやっぱり、今後はですね、その理想的な話ですけども、20チームが、同じ戦力、そして同じような人数を揃えるチームというのが最終的には、まあ、形成されることで、より白熱したプロツアーが見せれるという方向に向かっていきますので、まあ、そういったことで、この2014年に向かった、まあ、将来的なプロツアーの推移を提起しました。まあ、これはあの当然2014年までに、やはり思った通り進まなければですね、まだあの緩和策っていうのを、随時入れ込みながら、その都度チーム状況に合わせて変更していく可能性はあります。そして今 J リーグツアーに関してですけども、こちらも、まあ、先ほどもお話したようにですね、まあ、カテゴリーを3つに分けたというところで、J リーグツアーも各チームとのやり取りの中で、やはり一番あのディスカッションが多かったのはですね、まあ、カテゴリーの分け方ですね、何位の選手、まあ、今の旧 BR1 のランキングの何位の選手を例えば B1 にするのか、B2 にするのか、あと昇格などを含めて、この辺りかなり意見がございましたが、まあ、実力サイドの経験者の方、ポイントをつけている経験者の方々と相談しまして、まあ、現状の協力になっております。あの1点、あの今このお配りしている資料の中にですね、自主降格条件というものがちょっと盛り込まれていませんので、このあたりもう一度あの、訂正版として、訂正を配布すると思いますので、またこのあたりは後ほど見ていただければなと思います。あと J リーグツアーの方もですね、2012年の昇格条件などもこれは、今年のうちに明記させていただきました。これはもう各チームからも、2011年のレースを走るにあたって、やっぱりあの2012年どうなるか分からない状態で走っているのは非常に目的として、目的というかモチベーションを変えづらいということで、かなりご指摘いただきました。ですので、2011年の J リーグツアーのクラス分け、もしくは、まあ、J プロツアーへのライダーズステータスというふうに表現していますけれども、まあ、昇格条件なども盛り込んでおります。そして J ミニツアーですけれども、こちらは先ほどお話ししたような形ですね、ヘルパンの協力分けだということで、あとは細かいところですけれども、女子はヘルメットキャップなどを使用していましたが、来季はこれ開始するような方法で、まあ、できるか分かりませんけども、その後に検討してみたいと思っております。そして、まあ、あのこれが、まあ、大きな、
機能というかですね、主な JVC クロードシリーズの参考点ということで説明させていただきました。そしてトラックレースに関しても引き続き説明をですね、力を入れていきます。トラックレースも統一感を持たせるといって JVC のクラックシリーズというようなポジションで行います。トラックに関してはルール大きな変更というのはこちらにございません。細かい部分でのポイントの付け方などは若干変更ありますけれども、まあ、名称ですね、GBCF トラックチャレンジ、GBCF 西日本トラック、東日本トラック、そして、GBC トラックチャンピオンシップと、この4大会を行うということです。はい、